子供が生まれたんですけど、はい、奥さんも僕もお酒がすごい好きで、ずっと禁酒してたんですよね。ああなるほど。なんでちょっとお酒に合うおつまみをっていうご褒美も込めて、せっかくなら1本丸々買っちゃおう。奥様が妊娠期間中とか禁酒するじゃないですか、はい、それ花江さんも付き合って禁酒したんですか、はい、一緒に、はい、優しい。炭治郎ぐらい優しいよ。さあ今日のテーマ身も心もポッカポカですけれども、花江さん今一番花江さんの中でホットなことっていうとどういうことになりますか。はい、昨年娘が生まれまして、双子なんですけど、可愛くて可愛くて、パパとしてちょっと心配していることがあるということなんですけども、はい、結婚したらどうしようと。早いな。生まれたばっかりだけど。あとはこう将来的に娘に嫌われたくないじゃないですか、やっぱり。なんで今からこうどういうふうにこう自分が父として振る舞っていけばいいのかなっていうのを心配してそうか、女の子やからね、はい、逆にこう娘の立場で中条さんどうすればいいですか。お父さんとお母さんが仲いいのを見てると、あすごいいいお父さんなんだって子供はなんかすごい思う気がするので、大事なんだ。奥様と仲良くされると、はい、いいパパなんだなって、その姿を見てこういう人と結婚したいなって思うと思います。奥様とはもうかなりこうラブラブな感じで普段されてるんですか。そうですね、もう5年ぐらい経つんですけど、未だによく話しますし、へまあ結構イチャイチャしますし、あれは、はい、そうですよね。行ってらっしゃいのチューとかもしますね。あ、はい、それは1日に結構2、30回ぐらいします。多いですよ。唇カサカサになります。